31メーターバンド、周波数 9910kHz の私たちの特別な DRM 短波放送をお聞きいただき、ありがとうございます。これらの DRM プログラムは、毎週土曜日、協定世界時、11時30分から12時まで、日本のリスナーの皆様へ向けて放送されます。周波数を合わせて定期的にお聞きいただき、SNR の詳細、音声や動画の記録、その他受信情報などについてのご意見を ktwrdrm@twr.org までお寄せください。こちらは TWR KTWR アガニア・グアムから世界に向けて希望の声をお届けしています。The Word Today。この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。イエスがエルサレムへの途上にあったとき、従って大勢の群衆は、イエスを王国を建て、指導者となり、ローマを滅ぼす助けをするだろうと思ったことでしょう。実に様々な種類の人々がイエスに従っていました。ここで押さえておきたいことがあります。イエスに従えば、必然的に弟子になるのではありません。しっかり理解していただけるように、もう一度繰り返します。イエスに従うだけで、イエスの弟子になるのではありません。それについて、聖書箇所を挙げておきます。ルカの福音書、14章25節から33節です。ご自分で読み、私が言おうとしている点をよく理解してください。最初イエスは、とても妙なことを言っているように思います。イエスは従ってきている人たちに言われました。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることはできません。このイエスの言葉は、実際に親を憎むべきだという意味ではありません。イエスは、私を第一にしなければならないという意味で語られたのです。聖書の他の箇所でも、私を第一にしない者は、本当の私の弟子になることはできませんと言っておられます。イエスが従うようにと言われたとき、ある人は、あなたに従いたいのですが、まずその前に、父を葬りに行かせてくださいと言いました。また、結婚したので、行くことができませんと言った人もいました。イエスは、私をあなたの人生で最優先させ、計画を立てるときも、私を第一にしなければ、私の本当の弟子になることはできませんと言われます。あなたはどうでしょうか？あなたは単にイエスについて言っている人ですか？イエスの説教を聞こうと、大勢の様々な種類の人たちが集まりました。ある人たちは好奇心からついていきました。今日、奇跡を見ることができるかもしれない。何か面白いことが起こるかもしれないと思っていた人々がいました。多くの人たちは、癒しなどの助けを求めていました。イエスがなさった奇跡の話を聞き、自分にも奇跡が欲しいと思い、ついていったことでしょう。ある時、イエスは5000人の男たちに食事を与えました。あの人は素晴らしい指導者だろう。お腹が空いたらいつでも食べさせてもらえると思った人たちもいたかもしれません。一方、律法学者やパリサイ人などの反対者たちがいました。彼らはイエスの話に耳を傾け、イエスを罠にかけようとメモを取っていたかもしれません。今彼が言っているのは律法に反するのではないだろうか。彼を陥れるために使えることが何かないだろうかと機会を伺っていました。本当の弟子ではないけれども、イエスに従っていた様々な人々がいました。多くの人々は、献身や犠牲について聞くと、イエスを離れていきました。そこでイエスは弟子たちに言われました。あなた方も私を離れたいのですか？その時ペテロが言いました。いえ、主よ。
私たちがあなたを離れて誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。人々が離れていったのはイエスがどんなことを彼らに求めておられるかを知ったからです。何を犠牲にしなければならないかを考えたのです。どのような犠牲でしょうか。私を第一にするために何を手放しますかとイエスは言われます。あなたが最優先しているもの、それはあなたが本当に崇拝しているものです。あなたはキリストにまだ明け渡していないものがありますか。身体的なこと、心や精神的なこと、金銭面のことなどなど、それが何であれ、あなたの人生を全く主に明け渡すことを妨げているもの、それをあなたは自分の神にしています。あなたが人生で一番大事にしているもの、それをあなたは崇拝しているのです。イエスはこのことをはっきりと語っておられます。結婚しようとするなら、その計画を立て、どんな犠牲や義務が必要になるか、何が求められるか等を考慮することなしに、ことを進めたりしません。イエスは塔を建てようとする人の例を挙げています。塔の大きさや高さを考えないで、また、費用を計算することなしに、塔を建て始めることはありません。費用を計算しないで着手するのは愚かです。途中でお金が足りなくなり、完成できなかったら、ルカの福音書14章に、人々から笑われると書かれています。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は、皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの、完成できなかったと言うでしょう。イエスに従うことには、犠牲が伴います。ある箇所で、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子は枕するところもありません、と主は言われました。自分のものと言えるものがないということです。イエスは、主に従うことは簡単だと言ってはおられません。けれども、その価値があると言われます。主に従うという決断は、私たちの人生でなす最高の決断です。主に従っている人々に、どんな犠牲が必要かを知らなければなりませんと言われています。人からあざけられることがあると理解しておく必要があります。私のために罵られるとき、喜びなさい、と主は言われます。ペテロの手紙第1、4章に、キリストの苦しみに預かることを喜びなさい、と書かれています。ペテロの手紙第1、全体を読むと良いでしょう。この苦しみは、例えば、肺炎などの病気にかかる苦しみを意味しているのではありません。キリストにある信仰のゆえ、またその信仰の証をするゆえに、人々からあざけられたり、非難を受けたりするとき、喜びなさいと言っています。あなたの報いは神から来るからです。もしかすると、この地上での報いはないかもしれません。けれども、あなたがどのようなところを通っているかをイエスはご存知で、祝福してくださいます。キリストは私たちに、弟子となる決心をすることを勧めておられます。そしてそうするなら、主が共におられるという祝福を受けます。神は私たちを改心させ、それから私たちを放っておくようなお方ではありません。私たちの意志や決意に委ね、自分で何とかせよと言われるのではありません。もしそうであったら恐ろしいことです。私たちには決してできないからです。神は私たちを改心に導かれ、神の国に入れられ、神の愛を示されます。許した憐れみを示されます。神は約束をしておられます。あなた方が私にとどまり、私の言葉を聞き、それを守り、私に忠実であるなら、私はあなた方を祝福すると。主は私たちを強めてくださいます。イエス・キリストと、常に交わりを持ち続けることはとても大切です。神の御言葉を学び、聞くことによって、祈ることによって、主を礼拝することによってそれができます。御言葉によって神と交わることにより、神は私たちを力づけてくださり、世の様々な誘惑や問題に直面するとき、耐えることができるようにしてくださいます。
私たちを選ばなければなりません。信仰者として全てを捧げた神の子として選択をしなければなりません。礼拝を捧げるのか休むのか、友達に証をするのか何も言わないのか、神の御言葉を読むのか怠るのか、神に祈り自分の計画について神と相談するのかしないのか、とうとう私たちのなすべき選択はたくさんあります。イエスは犠牲があると言われます。注意してください。その意味は簡単ではありません。何もすることがないから楽しみのためにすることではありません。とても大切なことです。イエスを優先順位の一番にして生きてください。あなた自身を全く捧げてください。キリストとの関係において成長し成熟してください。私たちの献身を虚しくしようとするサタンや世から自分を守ってください。神は皆さんを信仰に導かれました。あなたが神の子であるということは奇跡的な改心の結果です。神はあなたに素晴らしい救いの賜物を与えられました。あなたの人生において神を最優先にすることを神は願っておられます。他の何にも増して、誰にも増して、神を第一にすることを神は求めておられます。自分の十字架を追い、イエスに従ってください。本当の弟子になってください。自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。ルカの福音書、14章、27節。The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。
番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に。The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。信頼というのは大切です。医者や天気予報などあなたは信頼していることでしょう。あなたに何かを教える先生を信頼していることでしょう。英語には信頼を表す言葉がいくつかありますが、その中の一つがフェイスです。フェイスには信仰という意味もあります。救いの信仰を意味するのでなければ、医者や天気予報や先生に対してフェイスを持つと言っても構いません。けれどもキリスト教会の語るフェイス、つまり信仰は、思考や理論で私たちが作り出すものではありません。キリスト教の信仰は神が与える賜物です。奇跡です。私たち自身をはるかに超える信仰を持つことができるのは、神が私たちのうちに働かれるゆえです。正直なところ、私たちは信仰を理解できません。人の思考を超える三位一体の神に対する信仰をどう説明できるでしょうか。天国は実際に存在していることや、罪を許された者たちは、代価なしに与えられる神からの賜物として、天国に連れて行っていただくことをどう説明できるでしょうか。罪が取り除かれたと知ることで感じる喜びや平安を、どう理論的に説明できるでしょうか。昔のドイツのルーテル教会が使っていた祈りの言葉を私は気に入っています。人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをイエス・キリストにあって守ってくださいますように、というものです。人のすべての考えに勝る神の平安というのは、素晴らしい表現です。肉体的には、痛みで苦しみながら、神が共におられることを知っているゆえに、深い平安を持っている人たちを見てきました。不安と恐れに飲み込まれてしまいかねない大きな問題や困難に直面しながら、すべてを神に委ね、神のご支配にお任せして、深い平安を得ている人たちを見てきました。聖書の語る信仰や救いは、人間が作り出したものではなく、神からの賜物です。この信仰というテーマに光を当てている聖書箇所の一つに、ヘブル人への手紙11章があります。この章は何人もの信仰の人の例を挙げて信仰について語っています。11章1節で、この章全体で語ろうとしていることを告げています。この節を読みます。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ここで信仰とは何かを的確にまとめています。信仰は、私たちの人生や生活とかけ離れたものではなく、私たちが望むことや確信を持ちたいと願っていることと密接に関わっています。それが信仰です。信仰によって望んでいることや目に見えないものが実体化されます。ヘブル人への手紙11章からいくつかの節を見ていきましょう。五節はエノクについて語っています。エノクは天に引き上げられた人で、そのことがここに書かれています。七節をご覧ください。ノアのことはご存知だと思います。ノアは家族を救うために箱舟を作りました。
洪水が起こらないうちに、本当に神に信頼して行動した素晴らしい人でした。8節から12節、それから少し飛ばして、17節から19節をご覧ください。8節以下は、アブラハムについてで、彼が信仰によってなした様々なことが記されています。サラとの間に子供が生まれると告げられたとき、彼は神を信じました。アブラハムもサラも、子供を産む年齢をはるかに過ぎていました。それでも彼は信じました。それが信仰です。その後神は、アブラハムを試されました。なんと凄まじい試みだったことでしょうか。彼らの周りの異教徒たちは、人を犠牲として捧げていました。異教の神を礼拝する者たちの間では、子供を火にくぐらせるということが普通に行われていました。そのような歴史が現にあったのです。なんともおぞましく恐ろしいことです。アブラハムに戻りましょう。ある日、神からの約束の子として、奇跡的に与えられたイサクを、生贄として私に捧げなさいと、神アブラハムに言われました。創世記にその状況が記されています。アブラハムは、イサクを連れて山に行きますが、その途中でイサクは、生贄はどこにありますかと尋ねます。アブラハムは、神が備えてくださると答えます。そしてアブラハムがイサクを祭壇に捧げ、ほふろうとしたとき、神が介入されました。素晴らしいアブラハムの信仰です。旧約聖書の創世記22章に書かれていますから、読んでみてください。それから20節にはイサクのこと、21節にはヤコブのことが書かれています。イスラエルの父祖と呼ばれるのが、アブラハム、イサク、ヤコブの3人です。そして22節は、ヤコブの子、ヨセフについてです。ヨセフの次は、23節から29節で、モーセについて語られています。何という信仰をモーセを持っていたことでしょうか。一つ一つの説に、深い信仰が表されています。30節は、ヨシアの話で、エリコの戦いについてです。ヨシアも素晴らしい信仰の持ち主でした。ここに書かれている、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、ヨシア、モーセ、ノア等、一人一人を取り上げて番組を作るのも良いかもしれません。素晴らしい信仰者たちの話です。ここからは、これを私たちの人生や生活に当てはめることについてお話ししたいと思います。あなたが救いの信仰を持っているかどうかを試す一つの方法は、あなたが自分の罪についてどう思っているかを知ることです。もし自分の罪は大した問題ではないと考え、自分は頑張っているし、良い人間だから、少しくらいの罪を神を多めに見てくれるだろうと思っているなら、あなたはクリスチャンではありません。それは、異教の考え方です。自分の方法で神に近づくことができ、自分の行いによって天国に行けるようになると思っているなら、それはキリスト教の信仰ではありません。異教の宗教です。キリスト教の信仰は、聖書で語られている神の言葉を信じます。私たちは、自分で自分を救うことはできないこと。私たちに代わって死なれたイエス・キリストの血潮によって、許されなければならないこと。キリストは、私たちの罪を除くために、十字架の上で死なれたこと、などです。あなたは本当にクリスチャンかどうか、自分の信仰が本物かどうかを知るための良い方法は、次のような問いかけを自分にすることです。私は悔い改めているだろうか。私はキリストの許しを求めているだろうか。その許しがなければ、深刻な問題だと知っているだろうか。私の罪を取り除いていただくために、キリストを私の個人的な救い主として呼び求めているだろうか。このような問いに対する答えが、はいであれば、あなたは信仰を持っています。クリスチャンです。信仰は、神から与えられる賜物です。神は信仰を持つ者たちを、神の国に招き入れられます。信仰についての御言葉をいくつか挙げておきます。
エペソ人への手紙2章8節9節、ローマ人への手紙10章17節、コリント人への手紙第1、12章3節。聖書を読むと、信仰は賜物であることがわかります。信仰についてもう一つ言えることは、信仰は生きていなければならず、成長し続けなければならないことです。神の御言葉によって信仰が養われ、成長しないならどうなるでしょう。神の御言葉を学び、御言葉から聞くのでなければ、信仰から離れ、信仰を失い、逆方向へ向かうことになります。信仰は成長する過程の中にいます。成熟に向かって成長し続けなければなりません。信仰は固定して、同じところに留まっているのではなく、絶えず進み続けなければなりません。生きていなければなりません。イエスは言われました。あなた方は、主よ主よと私に言うけれども、心は私から離れています。彼らは信仰によって行動せず、信仰を働かせてはいませんでした。神が与えられる信仰は、行いを伴います。あなたの信仰があなたの生活や人生において明らかになるとき、あなたの信仰は本物だと人々は思うでしょう。そうでなければ、人々はあなたの証を信じないでしょう。信仰の一つの結果として現れるのは従順です。信仰が成長するにつれて、ますます神に従順になります。信仰は神に仕えることを学ぶことであり、状況が良くなくても神に信頼することを学ぶことです。神は確かに弱い人たちと共に働かれ、誰からも目を止められないような人たちと共に働かれます。人に対する神の愛は大きく、神の栄光を表すために素晴らしい方法で人を用いられます。ヨハネの手紙第1、5章4節の御言葉です。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組では
あなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。 それではまたこの時間に。31メーターバンド、周波数 9910kHz の私たちの特別な DRM 短波放送をお聞きいただき、ありがとうございます。これらの DRM プログラムは、毎週土曜日、協定世界時、11時30分から12時まで、日本のリスナーの皆様へ向けて放送されます。周波数を合わせて定期的にお聞きいただき、SNR の詳細、音声や動画の記録、その他、受信情報などについてのご意見を、ktwrdrm@twr.org までお寄せください。こちらは、TWR、KTWR、アガミア、グアムから世界に向けて、希望の声をお届けしています。